ああ、いいやっぱ上手いなってプレイする選手って結構一緒だよね、今のウナイもそうだけど。ウナイもね、いい選手ってこうスピード上げてるけど、ボール足から離れないみたいな。ボール足先で触んないで、懐で触って、一緒にボールと動いて、また懐で触ってっていう。よくない選手は前で触っちゃうんですよ。だから、体と離れてるから、相手と弾際になるっていう。懐で触るから、動いていくときに、この射程圏っていうか、パーソナルスペースからボールが出てないみたいな。もうこれやめようぜ、モルベン・ネベスの。何回これやってんだよ、これ。<laughs> リ d があるあるだけどな、これ。なんか、かわして視野開けたから逆サイドに振ると気持ちいいみたいな。モロッコの方が流れいいね。柴崎はサイドチェンジよりも縦パスですね。吉田前とかが多いかな、今みたいなやつ。僕が J 見なくなってんのは J 見た上で見なくなってますからね。最初からずっと J はダメだダメだって言って見てないわけじゃなくて。今もダメだとは思ってないしね。ただ起きる現象とあの取り組んでることとか見えてくるから。 今日、本田さんも言ったけど、15分見たら分かるじゃんって、試合結果まで予想できないけど。とか、そのクラブの取り組みとか見てますか、ね、だから川崎とかがいいなってものは、やっぱり人間性を重要視してて、地域性を重要視してて、それに対してのアプローチをちゃんとクラブでやってるみたいな。っていうと、日本っていう国は J リーグの各クラブももっと高校サッカーで起きてるような現象が、 J リーグだともっとレベル高い現象として起こせるのに、そ,うそれが指導者のレベルによって起きてないから、だからそういうとこから変えなきゃいけないよねって、そうするとサッカーのレベル上がるし、で、お金の部分で言ってもスポーツベッティング入れたりとか、もっとあのコンテンツを有益に使って世間に広められる。だからそのサッカーを見ない人がスタジアムには行きたいってなるような国にしなきゃいけないから。